マジか。むずい。もういいって。もういいって。すごい俺。うまー。ダッシュ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 。走れ。勝った。走れ。そうか。そういうことか。勝手に納得すんなよ。エミールかお前。ぬあ。あれ、これもうさ、決戦の地に来たんじゃないか？ここもうアンダイン戦じゃない？あー、来たねー。かっけんだよな、立ち姿が。アンダイン。なにこれ？なに？こんなんあったっけ？待って、こんなシーンあったっけ。かっこいいよアンダイン。おい貴様、貴様がいる限りモンスターには夢も希望もない。アルフィーに借りた歴史書に描かれる人間は勇敢だ。巨大なロボット、可憐な乙女剣士たち。だが貴様はアルフィーって名前ももうここで出てるもんね。ただの腰抜け。あの子供を利用して逃げようとするとはな。加えてそのふぬけた偽善にも兵度が出る。ちょっと他人に優しくした程度で善人ぶるな。皆を喜ばせたければまずは貴様が死ぬことだ。そうとも人間、貴様は存在自体が罪なのだ。貴様さえいなければ我々は自由になれるのだ。今モンスターたち全員の胸が高鳴っている。皆この瞬間を待ちわびていたのだ。その希望には一点の曇りもない。皆の心が一つになれば負けることなどありはしない。人間よ、覚悟しろ。貴様の企みもここまでだ。モンスターの決意の強さ思い知らせてやる。腹をくったら前へ進みろ。クククク、優しい。待ってくれる。優しい、優しいアンダインさん、ありがとうございます。さあ、あれ前回こんななんかノリノリな感じだったっけ。戦闘前もうちょっと期間空いたから忘れちゃっただけか俺が。覚悟ができたか。もう逃がしはしない。さあアンダイン、お前も俺の友達になれ。ウェルカムマイフレンド。さあ HP20 しかないアンダイン戦、ちょっと不安だな。やっていこうか。これは戦うんじゃなくて行動かな。訴えかける、挑発する。訴えかけてみますか。一旦分析かな。分析から入ろう。アンダイン、アタック50、ディフェンス20、決して諦めないヒーロー。なるほどね、魔物側のヒーローはアンダインなんだね。結構いいじゃない、いいじゃない。緑の間は逃げられないぞ。危険を正面で受け止める根性がなければお前に勝ち目はない。これ結構教えてくれるんですよね。優しい、すごくチュートリアル、ありがとうありがとう。じれったそうに飛び跳ねた。いいね、アンダインも楽しんでるじゃん。これ訴えかけるとか挑発するわ、時期意味なくなると思うんだけど、パピルスの時みたいに。まあ一旦やってみよう。アンダインに戦いたくないと伝えた。しかし何も起こらなかった。やめろ、効果がないみたいな、ポケモンで言う効果がないみたいなやつ。もうでも俺もう分かってるからさ、アンダインのこの仕組みも。マジでノーダメ、ノーダメは無理かもしんないけど結構普通にいけると思うな。やっべ、待って、やっべ、アンダイン無事。うわ、マジ、うわ、マジか、むずい。よし、いいぞいいぞ、ここは探偵しか行くよ。リチャリチャ1個かけな。よし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 、ここまで来たぞ。ついね、よしよしよし、ここまで行け、マジ行け、マジ行け。
挑発してみるか一回。嘘だろ嘘だろ、とんでもねえとんでもねえことになった最悪だ。うわ待って、アンダインの攻略をマジでわかんねえ。いやもう殴るしかねえよな、こうなったら。これ以上殴って大丈夫かな。アンダインの体力もうやばいんだけど、そろそろ訴えかけもうちょっと強するんじゃない。まだ通用しない、なんなのお前、かまってちゃんなの。もういい加減にしろよ。何分お前戦ってると思ってんだよ俺。周囲に水が流れ込む、これ戦いますよ。倒れても知らないからな、アンダインマジでガチだぞ。ギリ倒れない、まだやるっていうの、まだやる、もういいって、もういいって。すごい俺うまー、さっきからうまー俺。いや戦うけど大丈夫か、アンダインお前。え、もう絶対死ぬよ、絶対死ぬぞな、お前。おいほら死んじゃうで、アンダイン。ぬぅ、貴様思ったより強いようだな。これは前回もやったやつだもんな。倒すときに、やったルートだよね。いや、まだだ。ほら、そうだよね。まだ死ぬわけにはいかない。これ、もう限界値なんだけど、そうそう、頑張ってるんだよね。うん。貴様を倒す。アンダインの決意は固い。分析することしかできないんだけど、逃がすってダメなのかな？分析しよう。変わんないか。いって、おい、攻撃クソ痛えよ。ちょっとやめろ。攻撃クソ痛いって。見逃す、逃がそう。情けないやつめ。さあ、貴様の本気を見せてみろ。ダメなのか。あ、でも攻撃すっごい優しい。優しくなってる。攻撃がすごい優しくなってる。これダメ？逃がすダメ？え、これさ、ダメじゃね？アンダイン死なね？ねえ、これアンダイン死ぬよね？おいバカ、バカバカバカ、俺のこの時間なんだった？おいバカバカ、いて、あ、これ死ぬ、あえて死ぬ、あえてアンダインの攻撃を受けることで、待ってやばい、待って本当にクリアしちゃう、これダメだ、食らおう、食らって死なないと。いやダメだよね、今の、今の絶対失敗だよね。何今の、え、怖っ。なんかさ、逃げるしかねえなと思って、なんか一回逃げたらさ、なんかなんだ、追ってきた、怖っ。やっぱなんかさ、これハートが緑の時逃げれないのよ、だけど赤ん時だけ逃げれるから、なんか逃げたらすごい変な感じになっちゃった。後ろ回られたんだけど、何、なんか気まずい感じになっちゃった。え、これ正解かな。いやまあでも確実に今までと違う感じで、あれでも変わんないな、あんまり変わらんぞ。なんだこれ、もう一回逃げてみようかな。そしたらじゃあ次
はい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 、お手の物やろ。これ来た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 、これしたらこしたらこしたら逃げれる。逃げよう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 。これさ、アンダインから逃げるんじゃない？あ、あ、逃げれる逃げれる逃げれる。なるほど、わかったもんね。やっとわかった。戦い始めて3時間、嘘、3時間も経ってない、1時間ぐらい。やっとわかったぞ。なるほどなるほど、わかりましたわかりましたわかりました。よーい、もう余裕もう余裕、任せて。あぶねえ、来た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 、これ逃げれるよね。よし逃げよう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 、でダッシュ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 、走れ勝った、走れ、まだだ、右だ、うわー、速い、足がすごく速い、逃げるなシンプルな感想やめて、逃げるな。いやでももう分かっちゃったもんね。あ、これもう逃げれるじゃん、すぐすぐ逃げれますね、もう逃げちゃいますね。バイバイビー、走れよ、行くぞ、走れ、行け行け行け、ウェルカムトゥホットラン、ブルルル、電話来た、待って、ちょっと今それどころじゃないの、ごめん。もしもし、今何やってるの、無理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 、なんで出たお前この状況で。ねえねえ、今度さ、貴様と俺様とアンダインの3人で遊ぼうよ。貴様とアンダインは気が合うと思うな、暇な時にアンダインの家に来てね。どこ、アンダインのどこ、はい、はっはー。貴様どこへ行くつもりだ。まだなのね。あ、でももうこれ逃げれる、行け、走れ、行ける、サンズ、サンズ起きて、サンズ起きてよ。何してんの、なに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 、あー、等速直線運動来た、等速直線運動、うん、うん、逃げ来たか、うん、動けない、うん、鎧が熱い。なるほどなるほど、確かにここは水が蒸発するゾーン。でも諦めるわけには。こいつ魚でしょ、アンダイン、右行け、簡単、あ、かわいい、ちょっと、あらやだ、あらやだわ、アンダイン干からびかけてる。どんだけ一生懸命なんだよ、水水水水水、なるほど、そのための水か、はい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 、あげるよあげるよ、はい、死ぬな、アンダイン、お前ベロ踏んでね、それ大丈夫か、もっといっぱい体のいろんなとこかけてやれよ、耳たぶばっかにかけんな。すごいな、その復活度合い、再生力、もう諦めて友達になろうぜ、アンダイン、もう1時間も戦った仲じゃねえか、なんか言え、なんか言えよ、勝手にどっか行くな、お前、おい、アンダイン、アンダイン、こら待ちなさい、こら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 、え、だ、え、だ、え、誰って何これ、箱だ、おそらく押すためのものだろう、押すためのものだろう、うん、それぐらいわかるよ、押させてよ、じゃあ誰、え、誰、ビリリ玉の色違い、はあ、近頃の若いモンスターはパズルのなんたるかをわかっとらん、最近のパズルときたらレーザーだの動く岩だの、まったくけしからん、アクションかぶれしよって、タイミングさえあれば頭を使わんでも解けてしまうわい。わしが認めるパズルというのはな、頭をうんとひねらんと溶け、骨のあるやつじゃ。いいかね、あんた、あんたは若い、あんたならまだ間に合うぞい。ガッハッハ、俺その岩を押すパズルを解いてみろ。え、どういうこと、何をやっとる、バカモン、そんな押し方があるか、どういうことやね、何こいつ、かぁ、もういい、これだから若い連中は話にならん。何、押し方、かぁ、かぁ、ん、かぁ、かぁ、何こいつ、何こいつ、おい、お前誰やねん、おい、こら、おい、ぶちから、待って、これアンダインの家ってどこだ、マジでわかんないんだけど、アンダインの、ここじゃん、そうか、今マジでブラブラしてたんだけど、ここか、パピルスいたわ、パピルス、うひょ、人間が来た、アンダインと一緒に遊ぶ、
貴様とアンダインを親友にしてやるぞ。来たよ、やっと友達イベント。お前ギャルゲーじゃねえよな。一つ言っとくぞ、お前考案のギャルゲーみたいにはならんよな。あ、ついていくけど。そうそう、アンダインにこれをあげて、すっごく喜ぶから。骨？そんな犬みたいなやつなの、アンダインって。あ、いた。細い、アンダイン。そんな細いの？そんな細いんだ、アンダイン。パビリス、いらっしゃい。今日もロイヤルガードのロイヤルガードの特訓を始めるか。めっちゃいいやつじゃん。始める。見て、友達も連れてきたよ。ああ、どうも、はじめまして。どうぞ入って。二人ともほら気まずいじゃん。やめてよ、友達の友達なんだから。今友達の友達同士が横で並んで歩くときが一番気まずいんだから。あの、ま、間に入ってる友達が俺ちょっとトイレとか行ったときが一番気まずいんだから、やめてよ。そういう感じじゃん、高校入りたてとかさ、大学入りたてとか中学入りたてのときよくあるやつ、やめてよ。すんごい気まずいんだから。俺あの空気感が一番苦手。うん、あら、かわいい。普通にかわいいお家じゃない。床モノトーンすごいね。モノトーンじゃないわ、ツートン、ツートン。友達がお土産持ってきてくれたよ、自分で選んだんだって。ああ、どうも。ほら気まずいじゃん。じゃあしまっておこう、他のと一緒に。めっちゃ持ってるのツッコミ待ちだろうね、もうそこまで行くと。特訓を始めるか。おーっと、忘れてた。俺様、そろそろトイレに行かないと。え、俺予言者？一番気まずい状況にすんなって言ったらしてくるんだけど、こいつ。おい、こいつ。白々しい顔しやがって、こいつ。パピルスめ。じゃあ、あとは二人で楽しく遊んでね。ん、出方、出方！人んちの窓割ってくな、お前。何をしに来た？敵の傷口に塩を塗りに来たのか。いや、友達になりに来たのよ、アンダイン君。さらなる屈辱を与えるために。どうなんだ。違うよ。なら何をしに来たんだ。そうか、そういうことか。勝手に納得すんなよ、エイミールか、お前。私が貴様と友達になると思ってるのだな。目キンモとか言っちゃいけないよね。目キッショ。もっと上行ったったわ、キモいより。そうだろう、そうだ。これは傑作だな。いいとも、喜んでなろう。笑い方キモ、アンダイン。しかもいいともって言っちゃってるし。いて、頭つけた。いいともって言っちゃってるしね。うん、来てくれるかなって俺言ってないから、いいともって使っちゃダメよ。仲良く手をつなぎ、共に戯れようではないか。とでも言うと思ったか。誰が貴様などと友達になるか。客人でなければぶん殴っているところだ。よく言いますね。私の逃げ足に負けたくせに。私の足の速さ見たでしょ。貴様は我々の夢と希望を打ち砕く存在。友達になど死んでもなってたまるか。え、なんか全然友達になれる雰囲気感じないんですけど、こいつと。パピルス君、帰ってきてください、お願いします。分かったらさっさと出ていくがいい。頑固ちゃんだな。あ、うん、すごいな、俺マジで予言者。パピルス君お願いしますって言ったらパピルス君来たし、お前そこ立ってるけど、暗闇のところに。そこどこだよ。あの、DS のお前、ダイヤモンドパールのあの四天王の入り口に波乗りしていける世界か、お前。残念。貴様とアンダインはいい友達になれると思ったのにな。俺の名前貴様だと思ってない？こいつ。貴様っていう固有名詞だと思って俺のこと呼んでない？違うよ、カンタっていうちゃんと立派な名前あるからね。やめて。どうやら、アンダインを買いかぶりすぎたみたいなの。お、アンダイン煽る作戦ね。いいじゃん。やっぱり無理だったか。何？無理だと？いいね、扱い分かってる感じあるよ、パピルス。パピルス、
待て、草。私が貴様と友達になれない。笑わせる。貴様のようなふぬけ一人友達にできる私ではない。負けず嫌いこじらせてんなこいつ。見ていろパビルス、いいかよく聞け人間。貴様と私はただ友達になるだけでは済まさない。私たちはずっともだ。ダサい。やっぱこいつちょっとダサい。抜けてる。貴様は私に夢中になる。他の奴のことなど目に入らぬほどにな。入らないほどにな。かくくくく、これぞまさに復讐というもの。はい、座って座って。出たこの音楽。毎度おなじみ、友達になった時なる音楽。いいよ。でーってれれれでーってもう覚えちゃうもん。やめてー、この音楽。座って座って。の前にピアノだよね。前にアルフィーの友達がここに来て、ひたすらピアノの上に寝そべっていたことがあった。これ見よがしにブドウを一粒一粒食べながらな。あの男は気に食わない。でもああいうライフスタイルには憧れる。誰それ、怖っ。ピアノの上に寝そべってブドウ一粒一粒、怖っ。すごく怖い。座るか、とりあえず座って先進める。いい家で、ちょっと待って、いろいろ調べたいわ。まずその気持ち悪くない笑顔やめて。わざわざ来てくれてありがとう。テーブルの席に座ってね。すっげえこいつ形から入るタイプだ。大事よ、でも形から入るのはね。人間は最低だが、奴らの歴史は最高だ。その巨大な剣もしかり、かつては人間たちは体の10倍にもなる剣を振った。そうだな。そうだよ、そうだよ。ああ、やはりな。その笑い方やめない？そのハハハって笑い方やめて、怖いから。それを知った時、私も同じものが欲しくなって。私もか。アルフィーと一緒に巨大な剣を製作したのだ。細かい設計は全部アルフィーがやってくれた。アルフィーはめちゃくちゃ頭がいいんだ。めっちゃ思い合ってんだな、ちゃんと。ホット冷蔵庫だ。世界最高の発明品だ。ホット冷蔵庫。もうそれ冷じゃないよ。ホット温蔵庫だよ。うん。これだけは言わせて。温蔵庫ね、それ。温蔵庫ってなんだよ。出た。メタブランドすごい普及してる。引き出し開けるか。はい。ガラ。もう一回開けてみよう。え？じゃあ先進めますか。入れ。立ってんだよね、カンタ。それ座ってない、立ってんだよね。うん、楽にしててね。楽にしようぜ。今飲み物を用意するから。立ってんだよね、やっぱカンタ。うん、やめな、それ。温蔵庫からいろいろ取り出してるしね。はい、どれがいい？貴様、席を立つな。客は客らしくおとなしく座って、おもてなしを受けろ。飲みたいものを刺して教えてくれる？その槍を使ってね。怖いよ。すごく怖い。一番右の何これ？ハーブティー。はいはいはい。ホットチョコレート。おお、いいじゃん。めちゃくちゃうまそう。緑の、待って。これ緑！青じゃないの？緑か。なんかちょっとわかんないけどね。そうだ、黄色い液体。黄色いソーダ、こーわ。やべ、ミスった。やべ、待って、ミスった。やばい、待って、間違えて Z 押しちゃった。でもその顔は、本当はソーダは嫌いって顔だよね。いいの、気にしないで。私も嫌いだから。なんで置いてあんのこれ。ソーダ飲むと歯が溶けて、脳みそも溶けて、戦う記憶まで溶ける。え？じゃあなんでここにソーダがあるかって。そうだよ。うん、一番気になる。その顔やめて。ショボンのアクションみたいになってるから。その顔やめろよ。なんだよ。砂糖、お茶に入れる。砂糖食いてよ俺。その砂糖はお茶に入れるようだよ。カップに砂糖だけ入れて客に出すやつがどこにいる。
お前はそれをスプーンですくって食べるつもりか。甘党ってレベルじゃないな。それとも地上では甘いものを食べると強くなったり300メートルダッシュできたりするのか。なんで急に300メートルダッシュ。どうなんだ。そうだよ。え、本当に。はあ、そりゃいい。なんだ、結局ホットチョコレートってことか。ホットチョコレートが飲みたいの。そうだ、思い出した。ホットチョコレートは切らしてるんだった。もう買ってくるのやめたんだ。だってアズガーのヒゲにマシュマロがくっついて取るのが大変で。結局これなのね。なんなの。ハーブティー、オッケー、ちょっと待ってて。うん、お、入れてくれてんのかな。 IH だね。しかもお湯が沸くまでもうちょっと待っててね。タッチャーの目これ本当に、え、操作できないんだけど。ちょっと本当に待たされたんだけど。ガチで操作できなくて本当に待たされた。びっくりした。無言でカチャカチャやってたよ今。恥ずかしい。お待たせー、できたよ。ハーブティーか。毒入ってねえよな。斜めの机に置くな。はい、どうぞ。え、どういうこと。やけどしないように気をつけてね。じゃあいただくか。いただけないな。そこまで熱くはない。さっさと飲め。ハーブティーを吸った。完全に熱湯だ。でもなかなか美味しい。熱湯好きなんかいかんた。なかなか美味しいでしょ。お友達にはとっておきのお茶を出さなきゃね。うん。でも考えてみるとそのお茶を選ぶなんて不思議だな。金色の花のハーブティー。金色の花？うん。アズガーのお気に入りなんだ。そういえばお前ちょっとアズガーに似てるかもしれない。ほう。ダサいとことかぶっ飛ばすお前。ちょっとだけな。私子供の頃は喧嘩っ早くてさ、腕っぷしを証明したくてアズゴアと戦おうとしたんだ。ま、戦いにすらなんなかったんだけど、私の攻撃一発も当たらなかったよ。いや、お前の攻撃クソ強かったぞマジで。1時間格闘したんだからね俺。それどころかアズガーは反撃すらしてこなかった。あんなに恥ずかしい思いをしたことはないよ。アズガーは私に謝ってわけわかんないこと言った。君は私を倒す方法を知りたいかいって。知りたいって言ったらそれから毎日特訓してくれてさ。ある日特訓中に私ついにアズガーをノックダウンしたんだ。ノックダウン、ボクシングやってたの。その瞬間ごめんなさいって思った。でもアズガーはすっごく嬉しそうに笑ってたんだ。ぶっ飛ばされてあんな嬉しそうにしてるやつ初めて見たよ。やつって言うなお前、師匠だろ。やつとか言うな。でアズガーはそれからもずっと特訓してくれて、ついに私ロイヤルガードの隊長になったんだ。そんなわけで今じゃ私が下っ端を特訓する係。パピルスとかな。いい関係値じゃないの。ほっこりするね。でもさ、正直、ちょっと、微妙なんだ。パピルスを、あ、ごめん、パピルスをロイヤルガードにしちゃって大丈夫かなってさ。これ、本人には言わないでくれよ。別にさ、あいつが弱すぎるってわけじゃないんだ。どっちかっつうと、かなり強い方だよ。まあ、確かにね、あいつの攻撃もおもろくてね。おー、いいと思うけどね。でもいかんせんピュアでいいやつすぎるんだよな。だいたいお前を捕まえるはずだったのになぜか友達になっちゃうし、あんな調子じゃとても戦闘任務は任せられない。ろくに戦いもせずニコニコしながら殺されるのがオチだ。一週前の俺だ。くっ、頭が。実はな、そんな理由もあってあいつに料理を教えることにしたんだ。だからパスタばっか作ってんのかあいつ。そうすればその別の道も開けるかなって。アンダインも心な、うん、もう底なしに優しいね。あ、魔物たちもなんか見れば見るほど底なしに優しいな。あ、ひらめいた。あ、なんかごめん、
私ばっかり喋っちゃって。いやいいよ、もっと喋ってよ、もっと聞きたいわ俺。お茶がなくなっちゃったね。今おかわり持ってくる。待てよ、パピルスのお料理レッスンといえばまさに今レッスンの時間じゃないか。パピルスめ、どこへ消えた。こうなったら貴様に代理でレッスンを受けてもらうしかないな。また始まったよ、なんかミニゲームが。戦闘の音楽やめて、行儀悪。すごく行儀悪い。そうだとも、パピルスと私の絆が深まったのは料理のおかげ。ということは同じレッスンを貴様に受けさせれば、貴様との絆は計り知れないほど深まりを見せるはず。どうだ、恐ろしいか、私と親友になるのが。ぜひならせていただきたいけどね。やめろ、頭つかむなお前、痛いよ。ではまず、そうっすか。おう、この野菜でも貴様の宿敵と思え。拳で殴り、原型がなくなるまでぐちゃぐちゃに潰せ。どんな風に殴る？力を込めてゆるーくゆるーくいきます。野菜を愛しそうに撫でた。撫でんな、殴れせめて。おい貴様、敵を撫でてどうする。私が見本を見せてやろう。ぬーっ、アッパーひとつき、きったね。あとでかき集めてボールに入れよう。お前左下のアイコンまで汚くなってんじゃん。とりあえず、何その地団の踏んで上から降ってくるシステム。3分クッキングでもないよ。パスタを茹でるぞ。本来なら自家製生麺が最強だが、私はいつも店で買ってきたのを使う。その方がコスパ最強だからだ。まあまあそんなもんだろう。ぬー、急に気合い入れたアフレコね。ああ、とりあえずスパゲッティを鍋に入れて、どんな風に入れる？豪快に、慎重に。慎重にじゃなくて豪快に。いいね。今単純にタッチミスです、すいません。パスタを鍋の中に力いっぱい投げ入れた。箱ごと全部、箱が鍋底に当たってカツンと音を立てた。いいぞいいぞ、やるじゃないか。よし、次は茹でながら混ぜる。ここでのポイントは、混ぜれば混ぜるほど美味しくなるということだ。よし、やってみろ。 Z を何度も押して混ぜろ。きた、ミニゲーム要素。やべ、なんか飛ばしちゃった。もっと早く、もっと早く、はいはいはい、もっとだ。あー、ガー、もういい、私がやる。嘘、遅かった。ずる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 、やりはずるよ。やはりこうでなくてはな。誰と戦ってんのお前。よし、次が最後の工程だ。強火でグラグラ茹でる。グラグラ茹でる、グツグツとかじゃなく、グラグラ。もしかしてお前、白火、コンロの火に己の情熱を投影しろ。夢と希望を熱く燃え盛る炎に変えろ。準備はいいか、全力でかかれ。ぜ、矢印長押しで強火にしろ。どこまでが強火？何周もしちゃってんね、何周もしちゃってんね。そんないけるもん、まだまだ燃えてるよ。強火じゃないよこれ、火事なんないこれ。ん、ちょっと待て、ん、そりゃそうよ。あら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 、大変なことになっちゃってるじゃない。ああ、パピルスの料理がうまくならないのも無理ないな、お前のせいだな。何その走ってるやつ。次は何する？交換2機、お揃いのアクセ作り。ああ、もうやめだ、認めよう、私は失態を演じた。人間よ、貴様に私を好きになるよう強いることはできない。反りが合わぬものとはどうやってもうまくいかないものだ。貴様と私が水と油ならそれは仕方のないこと。友達になれないのならそれでいい。なぜなら友達でなければ何の気兼ねもなく貴様を始末できるからな。またやんの？もういいよ。私の負けだ。見ての通り家は炎に包まれ、貴様とも友達になれなかった。こうなったら貴様が客人だろうと構いはしない。甘噛みしたなこいつ。ここで決着をつけさせてもらう。今度こそ全力で勝負だ。
プライドを踏みにじられ、このまま引き下がれるものか。貴様も持てる力の全てを振るかかってくるがいい。アンダイン手足細っ。結構細い。アンダインはこちらの先制攻撃を待ってる。どういうことだよ。先制攻撃待ってる。攻撃するふり、えいやっさいや。全力でアンダインに襲いかかるふりをした。何これ、ジューンって。1、ちょっと攻撃しちゃってるじゃん。なんだと。それが貴様の全力か。持てる力の全てを振り絞ってもなお、貴様は私を傷つける意志を持てないということか。ふん、実は私もお前に手荒なことはしたくないんだ。はじめはお前の偽善にヘドが出たけど、言ってたな、そんなことも。でもお前が今私に浴びせた攻撃は、昔私を鍛えてくれたある人によく似ていたよ。アズコアか。お前はただの腰抜けなんかじゃない。でっかいハートを持った腰抜けだな。いい笑顔。あの人と同じだなあ、人間。お前とアズガーは近いうちに戦うことになるだろう。でもな、あの人のことだから、本当はきっと戦いたくないはずだ。だからお前も戦わずに話し合ってくれ。話し合う、了解？お前ならきっとあの人を説得して地上に返してもらえるよ。そのうちまた別の悪い人間が落ちてくるだろうから、そしたらそいつの魂をいただくよ。それでめでたしめでたしだろ。クククだけど、もしお前がアズガーを傷つけたりしたら、その時は人間どもの魂でバリアを壊すよ。そしてお前をボッコボコにしてやる。それが友情ってもんだろ。クククク。じゃ、家が燃えちゃう前に逃げようか。何このいい話、目が燃えている。あー楽しかったな。また遊ぼうな。あーでも私ん家にはもう呼べないけど、とりあえずパピルスのとこにでもお世話になるかな。私に会いたくなったらスノーフルに来てよ。あ、それとなんか困ったことがあったらパピルスに電話して。お前じゃないんだ、私も一緒にいるからさ。じゃ、またなー。いやー楽しかったです。普通に楽しかった。普通博士に楽しかったです。お前なんか、あ、なんだよ。あ、これも仕事なんだよ、変わってねえな。まあいいか、とりあえずアンダインクリア。